小田信長殿下を取ったバカは1998年3月25日に TBS で放映されたスペシャルドラマの時代劇。当時スマップの木村拓也が時代劇に初挑戦したことでも話題となった。視聴率21.8%。放送は水曜21時22時54分。2014年8月6日に DVD とブルーレイが発売された。 当時、ロングバケーションなどのトレンディドラマに出演していた木村拓也の時代劇初出演にして主役に大抜擢された作品である。さらに、歴史上の人気武将である織田信長を演じることでも話題となった。物語は織田信長の青年時代を中心に描いており、ラストで弟である織田信行を切り、天下取りへの決意を新たにする場面で占められている。 そのため、桶狭間の戦いや、本能寺の変などの有名なシーンは、一切描かれていない。ロケは、岩手県に江差市のほか、彦根城や岐阜城を中心に撮影されている。織田家の次期当主、織田信長は子分たちと、山賊相手の喧嘩をして、ボロボロの姿で、末森城に帰参していた。母の土田御前や平手正秀ら重臣たちは、 おだけの実投資らしからぬ振る舞いに対し知ったするも、党の信長は、鉄砲の試し打ちの光景に夢中になっていた。新たな戦の道具として重心に知られていた。この鉄砲に関して、戦ではまるで役に立たないからと仕入れに対する、猛反対の声が上がっていた。しかし、信長は、無断で鉄砲を購入してしまい、さらに鉄砲商人を独断で進化に加えたことにより、 重心の信長に対する不満は増すばかりであった。一方で、当主、織田信秀と斎藤道三の間では僕が成立したことで、道三の娘、能姫との政略結婚の準備が着々と進められていた。ありがとうございます。